大宮総車場入り口大宮総車場は埼玉県埼玉市大宮区にある東日本旅客鉄道の総車場東北本線所属東北本線の与野駅大宮駅間の東北貨物線上に設置されており武蔵野線貨物姿勢や高崎線の貨物列車運行場の分岐点として機能している大宮駅からは南へ離れており与野駅から埼玉新都心駅にかけて 京浜東北線と東北本線旅客線の西側に広がっている。武蔵野線大宮市線は北浦和駅と与野駅の間で東北貨物線上下線の間に出て走車場に繋がる。埼玉新都心駅に隣接して上り本線、上り待機線3本、中線2本、下り本線、下り待機線4本が並んでいる。上下本線は 長南新宿ラインの列車が通過する。大宮総社場付近により1927年に大宮駅の付属設備として開設された。1961年に大宮駅の客下分離が行われ、貨物取扱業務と総社場業務を担う貨物駅の大宮三沢駅が設置された。3面6線の貨物ホームを有し、コンテナ貨物も取り扱う大規模な駅であった。 その機能から大宮貨物駅とも呼ばれ、駅舎の看板もそのように書かれていた。旧大宮市における鉄道貨物輸送の拠点であった。その後、鉄道貨物輸送が衰退したため、1984年2月1日大ヤ改正により、当駅の操車場機能とコンテナ貨物の取扱いが廃止され、1986年には貨物駅としても廃止となり、 敷地を大幅に縮小した。縮小により生じた広大な土地は、1990年代から2000年にかけて埼玉新都心として整備された。1990年代の一時期、大宮三沢駅は新都心建設に伴う残土輸送の発送駅として、臨時駅扱いで再開業した。町開きに先立つ2000年4月1日に、 付近の東北本線上の旅客駅として、埼玉新都心駅が新設された、大宮奏車上の河津桜、ありがとうございます。